バラすのは次が最後の工程になります。このバルブシートを外していきます。以上でバラすことができました。こちらが金属の部品。そして、こちらがプラスチックの部品になります。インフレーターは結構プラスチックの部品が多くなります。では続きまして、洗浄工程に行きたいと思います。